フラダンスは YouTube で見たんですが、流れていた音楽はカイマノヒロでした。かっこよかったんですよ。16ビートで。ということで、今回は16ビートのカイマノヒロです。どのように解説しようかと考えたんですが、16ビート以外には解説する内容もありませんので、今回は16ビートの弾き方の解説になってしまうかもしれません。カイマノヒロに合う16ビートの弾き方を選んだつもりです。ぜひ弾いてみてください。この16ビートの繰り返しで弾きます。16ビートについて少し解説しますね。カイマノヒロの伴奏やソロウクレレの解説では8ビートの演奏でした。8ビートは1小節で8回弾きます。16ビートは1小節で16回弾きます。これではよくわからないですよね。4分の4拍子の16ビートは1拍に4回弾きます。カイマノヒロのリズムです。点線の矢印は空振りします。見てわかると思いますが、2小節が1組の繰り返しです。リズムはタタタンタンタタ。右手は同じテンポでアップ、ダウンを繰り返しているだけです。弦を弾く弾かないでリズムを取ります。アクセントは2拍目と4拍目にあります。アクセントを意識するとリズムが取りやすいです。ポイントは楽しく。エンジョイウクレレです。
16ビートの垣間のひらはいかがでしたか。16ビートの練習にもなります。ぜひ演奏してみてください。